ギはシャキシャキもいいけどトロトロが好きです。東急スターのえなみです。今日は美味しいとこ取りのトロシャキです。長ネギのマリネをご紹介します。料理スタート。では調理していきましょう。はい、長ネギ2本です、ね、この時期ちょっと甘く太くなって美味しくなってますよね、うん、この方を落としていただいたら、だいたい6センチぐらいですかね、はい、そうやってやった後に同じ大きさにしたかったらこうやって合わせて切っていけばいいんです。 OK です。はい、ではですね、次加熱していきます。はい、水、はい、300ml です。あとコンソメ、はい、大さじ1です。でもう、はい、火つけて、火をつけます。はい、すごいんですよ、今日もコンソメだけで味決めちゃうんです、うん、塩とか胡椒とか難しいことしない。シンプル、シンプル、長ネギの味を最大限に、はい、美味しいですからね。そうですよ、長ネギ。コンソメが溶けたら、はい、もうネギ入れていっちゃうので、はい、溶けましたね、はい、はい、そしたらね、火を弱火にしてください、はい、で、ネギの方を入れていきます。はい、強火でグラグラすると、うん、トロシャキのトロの部分がギュヌって出てきちゃうので煮崩れないためにも弱火で。それは大変、それは大変です。絶妙な、うん、いいとこ取りのトロシャキなので。はい、はい、では蓋をしてください。10分です。煮ていきます。はい、はい、10分経ちました。はい、そしたら火を止めてください。火を止める。はい、そのまま常温になるまでまたこういう味がギュッと入りますので、蓋を開けずにお待ちください。では蓋を開けてください。常温に冷えましたのでネギだけ出しちゃいましょう。柔らかい、そう、あったかいままもう美味しいんですけど、うん、ちょっと冷やして、でこれ今度煮汁をゼラチンに固めるんですけど、うん、そうすると本当にもうこれからの季節、クリスマスとかお正月とか、はいはいはい、初めの前菜として大活躍。今日はね、コンソメですけど、和風だしにしたらね、和風な感じになります、うん、じゃあこちらだけ冷蔵庫でこれは冷やしちゃいます。はい、では次ジュレを作っていきますね、はい、お湯ですね、50ml です。はい、ゼラチン、はい、5g です。まあ、ちょっとくるくると、はい、くるくるっと、はい、溶かします。溶けました。はい、そうしましたらですね、はい、そちらの常温になっている、はい、入れちゃって大丈夫です。よー、大体80度ぐらいです、お湯が。で、その後ですね、はい、くるくると全体的に混ぜ合わせて、こちらのバットに入れてください。はい、バットに入れる。で、こちらを、はい、冷蔵庫に入れて固めていきます。固まりました。固まりました。プリプリです。はい、はい、では、これはですね、フォークの方で、にゃ、むにゃ、あ、いけんじゃん。そんな感じです、そんな感じです。はい、あと、そういうふうに上から、そう、ピーって書いてもいいし、押してもいいし、うん、結構柔らかめにしてあるので、うん、で、結構細かいジュレの方がキラキラして可愛いので、あ、そうなんですね。はい。お鍋にネギが入る量で煮てるので、うん、ちょっと出来上がり見ての通り、結構クタッとするじゃないですか、水分が抜けて。うん、だから、ジュレは若干多めに出来上がるので、うん、余ったジュレは、まあ、お豆腐にかけたりとか。あ、美味しい。そう、ごま、ね、なんか、お正月とか、ごま豆腐にウニ乗せて、かけたりとか、なんかそういう、そう、お刺身のマグロの上にかけたりとか、いろいろ。これ冷蔵庫入れてたら結構持つですか？あー、でもね、3日ぐらいですかね。で、だんだん水分が出てくるので、早めに使い切っていただいた方が。買ってきた茶碗蒸しの上にかけるだけでも、バレないよ。はい、では盛り付けていきましょう。はい、こちらの、こう、ガツンとかっこいい系な器にしてみました。長ネギさんを。まっすぐ斜め、うんうん、そうです、斜めの、そうですね、はい、そう、最後までね、トロのところが出てきちゃうからね、ね、出てきちゃうからそうです、そうです、いいですね、いいですね、いいですね、はい、ではですね、ジュレをどういきましょう、こうですかね、こう、ね、こうですか、うん、乗っける、乗っけるし、せっかく器が大きいのではみ出して、ね、空白のその余白の美ですね。おしゃれなやつ、おしゃれなやつ、おしゃれな人しかできないやつ、いやいやいや、やってますよ今、おしゃれな人ですね。ご存知の通りたっぷりあるのでお目にかけていただいて、いい感じじゃないですか。じゃあそちらは後日おいしくいただいてください。いただきます。はい、あとですね、生ハムです。生ハム、はい、1枚です。これ結構このぐらい大きい生ハムなので、だから1枚、そのまま1枚、そうです、ちょっと手でちぎりながら食べるときに食べやすいかもしれない。ちぎりながら、はい、食べるとき生ハムをね、こう巻いて食べてるとかしてもまた味変で美味しいです。生ハムね、クリスマスのときとか
絶対ありますよね。絶対出てきますよね。絶対出てくるので、こういうのも使っていただけるといいと思います。ほう、そうですね。なんだったらバラの葉みたいなイメージ。こうね。はい、イタリアンパセリ。パセリ。黒胡椒をかけてください。黒胡椒。本当にコンソメの味しかないので、ちょっとこういう感じであの引き締まるところもあるといいかなと思います。うん、オリーブオイルですね。オリーブオイル。はい。おー、綺麗。そうそう、ちょっとキラキラの上に。大さじ1かけました。長ネギのマリネの完成です。